新潟大橋は、新潟県東館原郡阿賀町豊たの、阿賀野川に架か,かる国道459号の橋町262.16メートルのローゼ橋。新潟県で初めての中地式ローゼ橋であり、架橋当時県内最長の島町180メートルを誇っていた。豪雪地帯にあるため上限在、横構えにシャドウを排した雪多いを設置した。工事に際し、 右岸側の菱形地区へは陸路がないことから水上輸送によって資材や建設機器を搬入した。元橋の完成により菱形地区への陸路ができた。豊か地地域は川と山が迫る点検のため交通の不便をきたしており、道路事情が劣悪なため住民は主に万越再生を利用していた。特に菱形地区は陸路が存在せず町営の都線に頼らざるを得なかった。 このため、一般県道肘谷停車場大阪線の加野瀬町、豊か実地内の島に行った、立石間の道路改良に伴って、阿賀野川上流側から順に、豊かみ1号橋、豊かみ2号橋、豊かみ3号橋の3橋を阿賀野川に架橋する計画がなされ、菱形大橋は1980年に竣工した。船頭大橋の竣工をもって、事業が完成し、全区間にわたり、 自動車交通が可能になり観光支援にもなった。元橋は1993年4月1日に国道459号に指定された。ありがとうございます。